皆さんこんにちは、セタカラです。いやもう前回サーモタイルを貼りましたよね。いい感じに貼れたと思います。今回はタイルの目地、タイルとタイルとの隙間に目地材を使って埋めていこうと思います。でもその前に家からバスタブとかお風呂の付属品を持ってきたので、それらを仮置きしてみたいと思います。お風呂の完成形がこれで見えてきます。いやもう楽しみすぎますね。バスタブや蛇口、シャワーなどは通販サイト JUSETS.COM さんで購入をしました。以前も動画で紹介いたしましたが、JUSETS.COM さんは住宅設備の様々な商品を格安で販売、そして工事もサポートしてくれる通販サイトです。ホームページを概要欄に貼っておきましたので、よかったらチェックしてみてください。早速ね、バスタブを仮置きしてみましょう。いやーもういいですよね。もうこういう感じに憧れを持っていたんですよ。もう絶対に気持ちいいですよね。もう入らなくてもわかるレベル。いやでも早く入りたい、入りたい。もう入っちゃおう、エアで。エアで入るのは実は2回目なんですけど、エアでも気持ちがいいですよ。足が伸ばせて背中のバスタブの角度なんてもう最高です。くつろげますね。奥さんも入ってみました。エアーで入るのは初めてなんですけど、すっぽり収まってます。この風呂最高じゃないですか。このバスタブは以前動画でもご紹介した車アトレイ7で運んできたんですけど、もう余裕でね入りましたね。もうバスタブ自体も FRP なので割と軽いんですよ。ただね、これは言っておきたかったんですが、もう車にバスタブを積んだ時、腰をねやっちゃったんですよ。もうこの時ね結構腰がね痛かったんですよね。今箱から出しているのがシャワーフックスライドバーです。壁にシャワーを固定できるフックと高さ調整ができるスライド付き、こんなのも JUSETS.COM さんで売っていたので買ってみました。もうところが合わせてみたら、もうこの段差のある壁のせいでもうすんなりねつけられなさそうなんですよね。もうスペーサーを自作しないとダメですね。シャワーと蛇口です。特にこだわりがなくシンプルなものを選びました。ここら辺の取り付けは JUSETS.COM さんからのご紹介を受け、協力をいただいているプロの業者の方に取り付けをお願いすることになっています。ちゃんとお風呂の追い焚きもできるようになりますよ。早速タイルに目地を入れていきましょう。もう毎回言ってしまいますが、タイルを貼るのも初めてだし、目地を入れるのも初めてなんですよ。もう最初に言ってしまいますが、最終的にはうまくいったんですけど、やり方としては今回ここまでやらなくてもいいっていうようなやり方で作業をしています。もうなので全く参考にならないと思いますが、ものすごく苦労して大変だったね。もうそんな目でこの後の動画を見ていただけたら幸いです。で今何をしているかというと、タイルにマスキングテープを貼っています。もうなぜ貼っているのか、何度も言ってしまいますが、タイルを貼るのも目地を入れるのも初めて。しかも今回貼ったタイルがサーモタイル、表面がザラザラしているんですよね。ネットとかでいろいろ調べたんですけど、あまりサーモタイルの情報が少なく、その中でも表面がザラザラしているので、そこに目地材が詰まってしまうと後で取るのにすごく苦労するという情報があって、それを見てね、2人でかなりビビってしまって、目地をタイルにつけないようにマスキングテープを貼っているわけです。今だから言えるんですが、もうこの作業全く意味はないです。もう無駄な作業なんですよ。でもこの時は何にも知らないのでビビってるんですよね。どう考えてもめんどくさいじゃないですか、一枚一枚タイルにマスキングテープを貼っていくのって。でもこう目地材がタイルにこびりついて取れないってなったら、ものすごくテンションも下がってしまいますし、もう今までの苦労をね考えれば、これくらいの苦労は、もうそんな気持ちで作業をしています。もう僕なんてね腰やっちゃってますからね。
もうこの体勢は正直きつい。まあそんなこんなでとりあえずマスキングテープを貼り終わりました。どうですか、もうグレーに黄色の差し色、ポップな仕上がりになりました。目地剤は事前に Amazon で買っておきました。もうそしてね、ここに来る直前で気づいてしまったんですよね。もう一袋じゃ足りない、いやもう絶対に足りない、もうどうしようと思ってもギリギリ渋谷のハンズの閉店直前に間に合ったので目地剤を追加で買ってきました。あまり種類がなくて濃いグレーの目地剤5袋5キロを買ってきました。防水剤というのも棚に並んでいたのでついでに買ってみました。もう濃いグレーがねどれくらいの色なのか少し試してみます。濃い、もう濃すぎますね。もう黒にしか見えない。もうだいたい乾いたら色は少し薄くなるのでヒーターの前で乾かしてみたんですけど黒のまま。もう濃いグレーというよりはもう黒ですよね。もう希望はライトグレーが良かったので、もうどうするのか、もう一旦お昼にして考えることにしました。もうお昼休憩の間いろいろあってなんと希望のライトグレーの目地をゲットしたので早速ね目地を入れていっています。もうタイルにつかないように目地を入れていく作業がとにかく難しくて、いろいろな道具を試しながらやってみてます。結局指が一番やりやすかったんですけどね。もちろんマスキングにもこのやり方にも全く意味はなく無駄な大変な作業をしているわけなんですが、まあ、よく分かってないので必死です。腰もね限界に近づいてきてます。そうそう、目地剤をどうやってゲットしたのか、お昼を食べながらどうするのか2人で話をしていたんですが、僕的にはあの暗い目地は色が濃すぎるので、まあ、使いたくない、まあ、この意見は2人とも同意見でした。まあ、そして新たに目地剤を買いにホームセンターに行って買い出しに行くプラン。でもこの時僕の体調があまり良くなく、まあ、腰もね痛くてホームセンターで行って戻ってくるのに、まあ、少なくても2時間以上かかってしまうので、まあ、体調も良くないので車の運転もあまりしたくないということで、もう目地はね次回にして他の作業をしようという提案をしたんですが、でもねうちの奥さんはやりたかったんでしょうね。まず近くの町の金物屋さん的なところに電話して目地剤があるかどうか聞きまくってました。もう残念ながらねどこにも売ってなかったんですよね。もうでも諦めない奥さん、スマホを片手に調べまくります。もうそうすると近くにタイルとかの施工を専門にしている業者がある、ここにね頼んでみたら目地剤を譲ってもらえるかもしれないと言って電話をねし始めたんですよね。もう超アクティブで向こうもねきっとねびっくりしますよね。もう自分たちで家のリフォームしていて目地剤がないので譲ってくれって言われるなんてね、もう多分初めてのことだと思うんですけど、でもねものすごくねいい人で、玄関にね置いておくので好きなだけ持って行っていいよって言ってくれたんですよね。もう本当にねありがたくてね2人でね取りに行ってきました。少しだけ目地剤についても聞きましたよ。本当はもっといろいろと聞きたかったんですけど、まあ、目地剤もねタダでいただいてさらにねいろいろと聞いてしまうのもあれなので、家の近くにパン屋さんができていたのでパンを手土産に持って行って、もう実はね YouTube やってるんですよみたいな話をしながら見てもらえてるとね嬉しいですよね。目地剤ありがとうございました。もうこっちの方に来て思ったことが一つ、家の近所の方もそうなんですがみんなねすごくいい人で気さくなんですよね。もう東京に長年住んでますけどこういうのは全くないですからね。自然という環境も素晴らしいですが人と暮らす生活環境もすごくいいところです。そうこうしている間に目地を入れ終わりました。もうなんと夜の8時ぐらいですよ今。もう中途半端では帰れないですからね。あとはマスキングを剥がしてタイル用のスポンジで綺麗に整えて雑巾でタイルを綺麗に拭き取れば完成ですね。
いやー終わりましたね。疲れました。腰も痛いです。もうスポンジで慣らして雑巾で拭き取ってる時に気づきました。もうタイルに目地剤簡単に拭き取れる。もうマスキングテープとかいらなかったじゃんってね、二人で言いながらもやっぱり綺麗に完成すると疲れも吹っ飛びますね。目地の色は乾くともう少し薄くなると思うんですけど、いいバランスになりそうです。明日仕事もあるので今日はもう帰ります。お疲れ様でした。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。